よいしょ。では、どうでもいい報告します。ひまひま。これなんだっけ？あ、思い出した。ひまひま、スマホケース買いました！イエーイ！今日シーンで届いたよ。一斉のせ。こんにちは、ひまひまです。今日はですね、皆さん、プラザ、よく行くよね。で、私もプラザによく行くんですけど、今日はちょっと久しぶりにプラザでね、1万円分購入をしてきたので、今回はプラザの1万円購入品紹介していきたいと思います。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで、早速紹介していきたいんだけど、まずはちょっと買ってる様子があるのでどうぞ。これが欲しいんですよ。これ、それ何？え、コンシーラーだよ。私ずっと使ってんの、ずっと使ってるコンシーラーで。もうないの？もう本当にない。2年ぐらい使ってる。2年ぐらい、2年買ってた方がいいんじゃない？どうしよう。シャハラさんが使ってるクリーム。あ、ひまちゃんの大好きな大好きな大好きなシャハラさん。あー、おー、伸びがいい。これね、初めて見た。プロダクトの、あ、本当だ。シャンプー、ドライシャンプー。うん。なんか見て、これちっちゃいミニサイズもあるの。おー、いいですね。ね。カバー作れる。本当だ。作る？え？大丈夫そう。かわいい。ねえ。めっちゃかわいい。これなんかビーズ入ってんの？え、かわいくない？かわいい。何それ？何入れ？おお。すごい。何入れ？よいしょ。はい、こんな感じで。そう、これはね、ママと銀座に行った時に、まあ、なんかプラザがあるから、こう、いろいろ見せたら、本当にね、ママと、あ、これもいいね、これもいいね、ってなって、そう、1万円分になってしまいました。でも、本当に定期的に使うものだし、便利品ですね。とにかく便利品が多いかもしれないです。ということで、早速ね、買ってきたものを紹介します。じゃん。結構多いんだよ。じゃ、まず1個目。じゃん、こちら！こちら何かというと、センターパートの前髪立ち上げクリップですね。880円。そう、これなんだけど、センター分けとかするときにセンターパートをこれでつまんで、でドライヤーの温風とかでこう10秒間温めて15秒から2分冷ますらしいです。でクリップを外したら、なんともうセンター分けができちゃうっていうやつ。本当かなぁこんな感じなんだけど。で、結構、私本当に失敗しまくってて、中学の時に、先生に、なんか私がセンター分けをして学校に行ったら、ひまちゃん今日髪どうしたのみたいな。雨でかなんかで、変になっちゃったとか言われて、それ以来すごいね、トラウマなんですよ。そう。先生？とにかくまあ、これを使ったら私もうまいね、センター分けができるかなと思って買ってみました。次！こちら、オーマイガー、じゃん。こちら、ロージーローザーのダブルエンドコンシーラーブラシですね。このロージーローザーのブラシを私すごい使ってて、眉毛か、そう、眉毛描くとき、アイブロウに、このロージーローザーのブラシを使ってるんだけど、これはね、コンシーラーのブラシですね。こんな感じ。太さが太い方と細い方があって、まあ、なんか、リキッドとかクリームとか、まあ、とにかくコンシーラー用なんですよ、これ。幅広タイプの平筆の方は、下まぶたとかの際、クマとか色ムラとか、広い面のカバーに使えて、で、極小タイプ。極小タイプって何？なんで幅広と幅狭じゃないのかな？極小タイプ。なんで極小なの？腰のある小さな平筆。シミなどの細かい部分。あ、なるほどね。まあ、ピンポイントにちょっとカバーしたいところとかにこれがいいらしいですね。で、なんと今回、じゃーん！コンシーラー買いました。ティルティルのマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラーかな。こういう感じ。そう。で、これ01番ナチュラルなんだけど、1800円ですね。私は、
本当にこのコンシーラーをずっと使ってるの。まあ今まではキャンメイクとか使ってたんだけど、ちょっとノリでこのコンシーラーを買ってみたらよくて、私一回使ったら変えるのは結構勇気いるタイプで変えられなくて、また新しいのを買いました。ほんとこれリピ買いって感じ。これね、すごくて、こっちがスティックタイプのコンシーラーで、リップみたいでしょ。で、これクマンとか、こうやって塗って使ってて、んで、んで。今のは、そんで、じゃなくて、んでです。んで。こっちは、じゃーん。これリキッドタイプの、液体状のコンシーラーですね。で、これは、なんか、シミとか、まあ、ニキビとか、そういうところにこれを塗ります。っていう2個、もう、1本2役。1 3 ways 1 ways 2 in 1だね。2 in 1、 とにかく2 in 1してるのが楽すぎてずっとこれを使ってます。これ本当に使いすぎてもうなくなっちゃったから買ったので、01番と02番があって、私は01番のちょっと明るめの肌の方を使ってます。次、じゃーん、こちらお口レモン、匂いの元見えてすっきり口臭ケア。やっぱスキッピと会う時とか口臭気になるじゃないですか。スキッピ、まあ、スキッピじゃなくても友達とかも全然気になるんですけど、とにかくこれ口内洗浄とか言ってさ、よくあるじゃないですか、焼肉屋さんとか行ったらこれがトイレに、これをお口に一袋含んでクチュクチュクチュってやってペッてやると茶色の汚れがドロリなって、本当にやばくない？茶色の汚れがドロリね、本当に怖いんだけど、でもこれは絶対これから私持ち歩こうと思って2本。だいたい2本ぐらい持ち歩いてた方がいいね。だから2本絶対持ち歩くから。多分今度突撃バッグの中身紹介やったら絶対出てきます。次。じゃーん、こちら。これは前髪特化型ヘアマスカラって言って、ケープのね、ヘアスタイリングですね。前髪特化なんだもんね、これ。私が前買ったのは何？でも前髪特化だった気がすん、え？でもまあ、いろんなところに使えるんですけど、じゃーん、こんな感じ。アホ毛スティックとかあると思うんだけど、まあそういうのでもね、多分使える。これ結構前髪用とは書いてるけどね。これミニもあって、お試しできるって書いてあったよ。どういう感じで塗るかっていうと、本当にこういう感じ。こうやってね、髪になぞる感じで。前髪、特化型ヘアブラシって書いてあるけど、前髪だけじゃなくてこういうアホ毛もちゃんと抑えられます。この黒ケープにね、勝るものはない。本当にこれ強力で、ヘアメイクさんも言ってたんだけど、ブラシ型、これ液がね中に入っててマスカラみたいな、そうこういうブラシ型のやつで一番強力って言ってた。持ち運びにもめちゃくちゃいいし、すごい、また黒ケープのスプレーとはちょっと違う良さがあります。って感じです。待って、これさ、待って、前髪特化型よりも違うやつあった気がするんだけど、これ全部前髪用か。あ、待って、ここに書いてあった。ここじゃわかんないよ。見て。こんな感じで書いてあるんだけど、オーマイガー。湿気とか動きにすごい崩れにくくて、とにかく最強なのよ。で、アホ毛とか遅れ毛、触覚ヘアにもいいって書いてあるから、こういうところからピン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 って出るやつとか、まあ、こことか、あと後ろのうなじとかにもすごい使える感じです。次、じゃーん、こちら。こちら初めて買ってみたの。&B の UV プライマーですね。日焼け止め化粧下地で、ハリ、ツヤを満ちた生き生きとしたい質感の肌を演出します。そう、とにかくこれ下地なの。で、私って化粧下地をなんか、日焼け止め下地みたいな。日焼け止めで普通に化粧下地にもなるよっていうスキンアクアを使ってるんだけど。で、それにコンシーラーだけなんだけど、もうちょいしっかり下地やった方がいいのかなと思って、新しく初めて UV プライマーを買ってみました。まあだから日焼け止めの上にこれをやろうかなと思って。出してみると、こういう感じで、こういう感じ。すっごいなんかね、ちゃんとカバーもされそうだし、匂いが超好きなの。そう、これでちょっと、私の肌ももっと透明感とツヤを与えたいと思います。そして最後はこちら。ばっばばーん。洗い流さないヘアトリートメント。まあ普通ヘアオイルなんですけど、とにかく匂いがめちゃくちゃいい匂いで、ミクストウッディの香りっていうね、なんかすっごい香りなんだよ、とにかく。あと今いつもヘアミルクしか使ってなかったから、ヘアオイル、まあこれママも使うんだけど、一緒に使おうって言って買いました。はい、というわけでこれで以上でーす。
だいたいこれで全部で9400円ぐらいで、まあ四捨五入したら1万円だよぐらいでした。今回ちょっと美容系が多かったんだけど、またちょっとね、あのプラダだと文房具とかもすごい売ってるから、まあまたちょっと違う縛りとかくくりで変えたらいいなと思います。ぜひみんなもプラダのおすすめコスメとかあったら教えてね。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。私は早くこれを試したいです。センター分け。あれ、買ってきた様子をどうぞって言ったっけ、あれ言ったっけ、わかんなくなっちゃった。一応もう一回やっとく。では、買ってきた、買っている様子をどうぞ。はい、あ、言ったわ、さっき絶対これ言った。この感覚今2回目だもん。今2回目の感覚来たもん今に。